こんにちは、マクシン鉄道チャンネルです。本日の動画は、乗車人員が27年間で約 45% 減少している駅についての動画になります。この動画を最後までご覧になっていただけましたら、乗車人員が約 45% 減少している駅についての理由3つのことや、その駅の状況が分かりますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。このチャンネルでは、神奈川県、東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りしております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではやってまいりましょう。現在、乗車人員が25年間で約 45% 減少している中央本線上で最も東京に近い神奈川県の駅に来ています。この駅は快速電車が頻繁に発着する高尾駅の隣で、新宿から約 50km と都心からもさほど遠くない駅にもかかわらず、利用者が急激に減少しています。もうお分かりの方もいると思いますが、この駅は相模湖駅になります。まず相模湖駅の概要ですが、神奈川県相模原市緑区寄せにある JR 東日本中央本線の駅であります。1901年明治34年8月1日、関節鉄道、後の日本国有鉄道、中央本線八王子駅上野原駅間開通時に寄せ駅として開設いたしました。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、計2面3線を有する地上駅であります。このほか、上り本線3番線の横にホームのない上り副本線が施設されており、配給列車や工事車両等の事業用列車退避の際に利用されております。また上下線ともに特急の通過待ちを行う列車が2番線に多く設定されています。また2番線には貨物列車等が入線する場合もあります。2005年に従来からあるホームを結ぶ高架式の連絡通路に敷設する形でエレベーターが2基設置されました。2006年には駅前広場に向かう出口脇にキオスクがありましたが、閉店となっております。2006年というと、相模湖駅が属している旧相模湖町が相模原市に編入され、相模原駅前に役所機能が移転した年でもあります。ここ相模湖駅の1日の平均乗車人員の減少衰退が激しく、27年間で約 45% 減少している駅となっています。具体的な数字を申し上げると、1日平均乗車人員は1995年は3750人でありましたが、2022年になると1748人と約2000人減少しており、その減少率は 45% にもなっています。その乗車人員が減少している理由は3つあります。その理由1つ目、相模湖駅周辺の人口減少と少子高齢化です。相模原市は東京都と隣接し、神奈川県の北西部に位置し、人口約72万人で、政令指定都市に指定される全国有数の地方都市であります。相模原市は中央区、南区、緑区という3つの区で成り立っています。しかし、相模湖駅がある緑区の旧相模湖町地域には、他の相模原市内の地域と比較しても最も少子高齢化率が高く、生産人口比率が低いという点が理由となります。相模原市の人口は平成7年1995年には現在の地域で算出した場合約65万人でありましたが、その後20年間一貫して増加しており、平成27年2015年には約72万人となっています。産区別に
人口の推移を見ると、平成22年2010年から平成27年2015年にかけて中央区と南区では増加している一方で、緑区は平成23年2011年をピークに減少しています。高齢化率で見ると、平成29年2017年の旧相模原市地域の高齢化率は 24.3% に対し、旧相模湖町は 35.4% と高くなっています。また生産人口比率で見ても、旧相模原市地域では 63.2% でありますが、旧相模湖町は 56.8% と低くなっています。これは日本の山間部の多くの地域で人口減少と少子高齢化が進んでいますが、人口72万人もいる政令指定都市の相模原市でさえも山間部は厳しい現状であることがわかります。旧相模湖町周辺に住んでいる方に聞くと、若い世代の方々が少なくなってきていて、町に活力がなくなっているのが寂しいとのことでした。27年間で利用者数 45% も減少している理由、その2つ目、大学の相模湖キャンパスの移転です。相模湖駅前には大きなバスロータリーがあり、ここにバスが乗り入れています。過去には横浜駅、平塚駅や新宿駅への長距離路線があったほか、近年まで上野原や宮ヶ瀬方面へ路線が伸びていましたが、利用者数減少により現在では廃止となっています。2012年4月には大学相模湖キャンパスが移転閉鎖されました。それに伴い、その大学へ行く急行バスは廃止となっています。大学キャンパス移転前後の1日平均乗車人員を比較してみると、2011年は3293人に対し、2012年は2559人と1日約750人ほど減少しており、減少率は約 22% と高い数値を記録しています。大学相模湖キャンパスの移転で通学利用者の減少が影響したと考えられます。27年間で利用者数 45% も減少した理由、その3つ目、人気の遊園地相模湖プレジャーフォレストが近くにありますが、交通手段として相模湖駅は選択しづらいからです。毎年冬には相模湖リゾートプレジャーフォレストのイルミネーションが開催され、とても多くの方が訪れる人気の観光スポットとなっています。しかし相模湖駅からはバスとなり不便であることと、もしバスを利用するのであれば京王線や JR 横浜線と相模線が乗り入れている橋本駅利用が便利であること、また季節限定ですが横浜駅や新宿駅から直通バスが運行されていて、交通手段として相模湖駅を選択しづらい状況であります。また相模湖プレジャーフォレストには大型駐車場が完備されており、さらに2015年に圏央道の相模原インターが開通したことにより、自家用車のアクセスが大変良くなったことも挙げられます。ここで27年間で利用者数 45% も減少した理由3つをまとめると、1つ目、相模湖駅周辺の人口減少と少子高齢化です。2つ目は2012年4月に大学相模湖キャンパスが移転閉鎖され、利用者が約750人ほど減少したからです。3つ目、人気の遊園地相模湖プレジャーフォレストが近くにありますが、交通手段として相模湖駅は選択しづらいからです。相模湖駅の利用者減少の話ばかりしてしまいましたが、相模湖駅は山間部に位置し自然豊かな土地があります。また相模湖駅からは相模嵐山という山へのハイキングや、全国的にも有名な相模湖があり、湖岸にある美しい眺望などを見ることができます。また相模湖駅はボートやカヌー競技のメッカであります。新宿駅から約 50km と近いですし、もしよろしければ観光やリフレッシュに相模湖駅を訪れてみてはいかがでしょうか。
本日の動画は乗車人員が27年間で約 45% に減少している相模湖駅についてのその理由3つのことについて動画をお送りいたしました。このチャンネルでは神奈川県、東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りしております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日は最後までご覧になっていただきありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。よろしくお願いいたします。